はあ、こんにちは、こんばんは、はるけです。今回はエボリューションおすすめ強化選手を紹介していきたいなと思います。今回対象とするエボリューションはこちらの英雄クロニクルになります。選手の条件としては総合最大90、ペースが最大90、レアリティがゴラッソヒーローの選手ということになってます。アップグレードとしてはレベル1でパスがプラス1、体幹がプラス1、レベル2ではですね、ペースがプラス1、パスがプラス1、体幹がプラス2、レベル3ではですね、ペースがプラス2、パスがプラス2、体幹がプラス1ということになってます。それでは個人的におすすめの強化選手を紹介していきます。こちらが英雄クロニクルのおすすめ強化選手になってます。コーラー、デンプシー、フランチェスコリ、ベルバトフ、クラウチと、この5名になってますね。対象もこの5名のみという風なことになってます。まあ、みんなそれぞれおすすめにはなりますので紹介をしていきたいと思います。まずはコーラーですね。コーラーベイビーのコーラーになります。能力値が低い方のねコーラーのみが強化できるという風なことになってますね。逆足さんだったりとか、やっぱりドリブルのところがちょっと上がりきっては、なかったりしますので、まあこのエボリューションで少しね改善されるという風なことになってますね。ただまあそれこそ、強い方のコーラーを変えなくてコーラーを使いたい方向けの選手になりますね。能力上がった方のコーラーはちょっとまた別次元にね強くはなってますので、まあ、コーラーが使いたい方だったらこのエボリューションやってみてもいいのかなというふうには思いますね。特にペースなんかはね結構このエボリューション上がりますし、センターバックとしては嬉しいポイントかなというふうには思いますね。全然まだありな選手になってます。そして続いてはデンプシーですね。デンプシー89のねカードのみというふうなことになっていて、そこから強化っていうふうな感じになります。スキル5になったっていうのは非常にね大きいかなというふうには思いますし、パスがねうまかったりとか、あとはシュートもね決めきれるようになったっていうふうな選手になりますね。結構ね大きめな選手になるんで、ドリブルはどうしてもね重たい選手になります。なんで重たくてもまあいいっていう方は全然強化してもいいと思いますね。フィジカルも一応強いですし、ラピッドのプラスもねつきましたんで、ペースで置いていくってことも全然できる選手になるけど、どうしてもこう細かいタッチっていうのが難しい、ね、そういう選手になってます。まあそれでもいいっていう方はおすすめになってますね。そして続いてはフランチェスコリーですね。この選手もコーラー同様にですね、ベイビーバージョンからの強化というふうなことになります。なのでそれこそ強い方のフランチェスコリーを変えない方向けの強化カードになってますね。一応ベイビーの方がかなり値段は安かったりとかしますので、買いやすいかなというふうには思います。ただまあ4-4はね、変わらないっていうふうなことにはなりますし、ペースが、ね、上がるんですけど、どうしても能力的には、強い方のフランチェスコリの方がいいっていうふうな感じにはなりますね。ただ全然、まあ、強くはなれますし、シュートをね決めれる選手かつパスもねうまいっていうふうな感じになります。またドリブルに関しても全然モテる選手にはなりますし、結構扱いがしやすい、周りを使いながら自分でも出ていけるっていう風な選手になりますね。あとこの人もやっぱペースもしっかり上がることになりますので、まあ、まだ全然ありかなという風には思いますね。そして続いてはベルバトフですね。ベルバトフも同様ですね。2バージョンありまして、ベイビーからのみの強化っていう風なことになってます。強い方のベルバトフはですねかなり改善をされて別人クラスにね強くはなってますので、そちら変えない方向けのおすすめの強化選手になってます。まあ 4-4 っていう風なことですけれども、能力がね高くなるっていう風な選手になりますね。結構まあ役割とか使い方とかはフランチェスコリと似てますかね。ベルバトフの方が身長は高いですけれども、パスとか出しながら自分もねシュート決めるっていう風な感じですね。ドリブル自体はねそれこそフランチェスコリと比べると若干重いのかなっていう風には感じるんですけど、ただやっぱ冷静さの部分がねかなり高い選手になるんで、足だけでねパンとすぐにはたいてくれたりとかできるんで、周りをね使う ST 選手とか前線の選手が好きって方はベルバトフは結構合うという風には思います。あとはちょっとフィジカルなんかもあったりして、球際ね強かったりとかするんで、まあベルバトフにもいいところがあるっていう風な選手になりますね。全然こちらもおすすめのね強化選手になってます。そして続いてはクラウチですね。クラウチ目標で獲得できますね。ゴラッソカップかななんかで
獲得できる選手なんで、無料でゲットできて無料で強化できるっていう風なことになりますね。これが一番の自分はおすすめです。5名おすすめなんですけれども、多分一番おすすめ、まあ後悔しないかなっていう風な選手になりますね。ただ空中戦を使う方向けです。うん、これはこの人のやっぱり空中戦の部分を使いたいっていう方はめちゃくちゃおすすめになってます。かなり強化をされました。本当にこの人も別人です。逆足5スキル4になったのはもちろんですけれども、ペースの改善だったりとか、あとはジャンプですね。ジャンプがもともと78とかぐらいやったかな。で身長は2メーターあるんだけど勝てへんやんみたいな、飛ばへんやんっていう風な選手だったのが、ジャンプもねこのエボリューションでやると98までいくっていう風な数値になりますんで、多分誰も勝てない。あえて TOTY のカードでも多分空中戦勝ってしまう、そんなね ST 選手になるんで、むちゃくちゃ強いと思います。 TOTY ハーランドより空中戦強いっていう可能性十分にあり得るカードになるんで、2メーターでジャンプも98なんで、でかつヘディングも上手いっていう風な選手になるんで、でこれが無料なんで、これはちょっとやばいなっていう風に思います。でまた電柱っていう役割だけでなくって、パスもね普通に出せる選手で、ドリブルもね若干改善をされまして、ペースもね91まで上がりますんで、普通に突破もできる、まあ状況によってはですけど、うん、そういう選手になってます。また冷静さも96かな、まで上がるっていう風なことにはなってますし、パワーヘッダーのプラスだったりとか、うん、あとはテクニカルだったりとかブルーザーとかエアリアルなんかもついてますので、これはねめちゃくちゃ強い選手になります。クラウチ好きな方だったら絶対取ってこのエボリューションやるべきかなというふうに思いますし、空中戦使う方にとってはもうこれ以上ない、そんなカードになると思いますね。まあ強化戦に迷ってる悩んでるって方はこちらから選んでみてもいいのかなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいのとったらちゃん登録高評価お願いします。それではバイバイ。